最近は人と喋るよりもカメラと喋る方がいい人は、うん、チャンネル登録お願いします。なんじゃそれ。はい、おはようございます。はい、今日はここは島根県になるのかな、うん、島根県の阿蘇寺山、阿蘇寺山、阿蘇寺山、やってきました。そして今日はまた久々の岡津くんが来ております。お願いします。はい、見てこの中装備、ここへ登っていきます。皆さんどこのハードな山に行かれるんですか。逆に皆さん海に行かれる。はい、うん、そして今日はなんと、うん、なんと私もわらあち、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 わらあちのハイカット、ハイカット、希少種ね。ということで今日はここを登っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ頑張っていきましょう。これは多分途中まで登山口がまだ先じゃけ、まだ先ないよ。ここから40分ちょっと上がる。もう最近はあれじゃ、人と直接話すのが久々です、これ。GoPro か、カメラに向かってしか喋ってないんで、人とのコミュニケーションを取っておりません。で、今日は初わらあちなんだけど、早速もう大地を感じてます。綺麗じゃわ、青がこれ、うわーすごい綺麗です。青はいいね、やっぱりね、好きなんよ俺、夏の青が。川の水の音がいいね。これだけで何か癒されてる。なかなかそのストックいつも持ってきよるけど使わんね。負傷した時用に。ああ、リスクマネジメントがね。すごい。リスクマネジメントちょっと言って逆にリスク。重たくなってリスク。逆にリスク。おもろいそれ。負傷になる。山口です。はい、今日もよろしくお願いいたします。今日はね、裸足なんで。お手柔らかにお願いいたします。歩き始めて1時間ぐらいずっとこんな急登が続いております。はい、よいしょ。周りはあ、こっちにも道があるね。なんかめちゃくちゃ下るね。すごいねこれ。ほんまにこの道でおうとんかね。九州の宝満山だったかな。どういう木の生え方ですか。え、このベース抜けないですか。よいしょ。日向ゾーンになる。あ、暑そうじゃねこれ。無事に避難小屋到着です。さてもうちょっと先です。頑張りましょう。よいしょ。うわ暑いね。よいしょ、よいしょ。すごい、すごいわね。わあ頑張った甲斐があるね。これは頑張った甲斐があるわ。そして山頂まだ先ですね。はい、今日のルナ焼けシーズン半端ないの。半端ない。でもさ、ルナも水浴びしたのか。ルナ、サンのサンが太陽。そうそう、ずっとね急登続きでね、結構体力はしんどかったけど、いやー登った甲斐がありますよ。ここは天気がいいし景色がいい、きっといいと思います。展望所で、山頂はもうちょっと先か。うん、頑張ろう。あー気持ちいいね。癒されますな。
あれ、あれ、すぐそこって書いてあるよ。着いたんじゃないですか。着いたか。なるほど、さっきのところの方がもしかしたら眺望がいいのかもしれないね。やったー、よっしゃ、阿蔵寺山、はい、山頂 1263.1m 到着です。やりました、やりました。いや、結構ハードな山じゃね。結構大変でしたが、無事にたどり着くことができました。わらあち行けたじゃん。わらあち、さあ、阿蔵寺山、阿蔵寺山山頂を登頂いたしまして、無事に。気持ちいいね。気持ちいい、この風。なんか登りごたえがあったし、登った甲斐があった。ここはもう、ここはずっと何も景色もない急登をひたすら登って、この開けた感、最後の展望台は半端ないね。この達成感すごい ね。そうそう、あと景色のない山登りやっぱりストックして帰ってしまう。景色のない山登り、最後マイナスなんやけど、登る途中でしんどい思いはいいんや。そういや、今日もツーランで釣らなかったよ。今日はツーラン釣ってないね。宣伝しとかんの。やっぱり違う、違うね、ツーラン違うんだね。でも全勝じゃん。いや、でも今日はまだ、今日は結構来そうだった。来そうだった、うん、でも2回飲んだよね、ツーランを。一粒ずつ飲んだ、分けて飲んだ。そういうね、ケチに飲み方、分けて飲んだ。梅丹本舗の、うん、ツーランです。これはこってりミネラルタブレット、これを飲むことによって釣りません。釣りそうな方は、夏汗かく方は、皆さんこれをぜひ買って、今のところ全勝ですもんね。今のところ 100% の釣ってないですね、釣りやすい鍋さんが、はい、もう釣ってますけど、全然釣ってませんので、釣らない動画をご要望の方はこちらまで DM 送ってください。風が強いです。いやー、綺麗ですね、これは。さあ、休憩したし、ちょっと体が固まったけど、頑張って降りるかい。確かに急登っていう言葉なかったな。ここの景色はいいね。景色いいな。岩、周りか。ああ。冒険家じゃもんね。ちょっと、じゃあ俺も行ってみるよ。行けるかな？どっかから登らにゃいけんのよ。まあ全然普通じゃねえ。まあ向こうは下りじゃないけ、上りじゃけ、まだええじゃろうけど。普通です。こっちが楽でした。そうだね、こっちきつかったね。なるほど、無事に登山口まで入った。やったね。はい、フラフラじゃ、ちょっとフラフラじゃ。結構体力使ったよ。靴をこう気にしながら行ったっけ。よいしょ。はい、お疲れ様でした。無事に降りて帰りました。うん、今日どうだったんだ、わら初わらあち。今日はね、わらあちもう泥だらけになってるけど、あのわらあちはいい、楽だけど、うんうん、ちょっと今日下りが、うん、急登で、うん、鼻緒が痛かったんで、うん、鼻緒修行してまいります。あ、了解です。鼻緒修行ちょっと帰ってしてくるわ。うん、鼻緒専用のソックスあるみたいよ。あ、ほんま。うん、
まあ、下りはちょっとなんか難しい、うん、ちょっと練習が必要です、はい、また次回頑張ります、はい、今日は道としては何キロ6キロだね6キロ4時間 5.5、5.3 ぐらい、まあそんぐらいの4時間半ぐらいは、うん、休憩が結構あったっけ、うん、だけどここは絶景だね絶景あの急登、うん、急登で大変じゃったけど、うん、あれ登りがいはありました、うんうん、岡津くんどうでしたか岡津くんはですね、はい、まあ重量級のまあ重量級の荷物を、はい、まあ本当に急登で鍛えられました、うん、ねいやー結構な急登で鍛えられたけど登った絶景は久しくなく絶景だったかもしれない、ね、すごいねここは良かったあの、うん、修行と絶景を堪能したい方は今がいいかもしれないギリギリかもしれないね、うんうん、あのこれ以上暑くなるときついね日陰があるしまああれだけど良かったかなはいじゃあ今日も皆さんお疲れ様でし した。ありがとうございましたはい。無事に道路までたどり着きました気持ちよさそうっすねねえ、わ冷ためっちゃ冷たいじゃん、めちゃくちゃ冷たいじゃんこれあー気持ちいいあー気持ちいいねこれこれはめちゃくちゃ気持ちいいねさすがわらあちいいねあなんか6日地点の方が渋いイメージがあるねなんかこう岩国よりもいいようなイメージがあるねはいよ。うわあ、三角焼き、すごいですね。じゃあ三角焼き撮っとって写真、あ、撮ろうか。ちょっと三角焼き綺麗。あ、三角焼き、三角焼きだよ。うわ、こっちこてじゃない。でもなんかちっちゃい、ちっちゃい。これだからちっちゃい。ちんぽ当たり。あ、でも一緒やね。一緒。同じやん。